中島めぐみの進化論。人はみな、世界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 I love you 中島めぐみです。はい、本日のオープニングはですね、この前聞きました、なんかジンクスとかあるっていうお便りをいつ読みたいと思います。ハンドルネーム、僕いけちゃんさんからです。めぐみちゃん、こんばんは。こんばんは。僕のジンクスは、カレーパンが美味しいパン屋は他のパンも美味しいです。雑誌や口コミなどで評判のパン屋さんに行くときは、必ずカレーパンの出来でそのお店を判断しています。結構当たってますよ。かっこ、めぐみちゃん的美味しいパン屋さん選びの決め手はありますか？パン屋のカレーパンか。私もね、カレーパンって必ず食べるんですけど、確かに店ごとにかなり違うよね。こうむっちゃ濃い感じの、なんていうの、ペースト状のが入ってるのと、ちょっとサラッとしたのが入ってるとことか、甘めだったり辛めだったりいろいろありますよね。でもそこまでなんかこう注意深くカレーパン食べたことないな。ごめん、ちゃんと意識して食べてみるね。でも美味しいパン屋さんはね、そうだな、何で判断してるかな。私、卵ドーナツが美味しいとすごい信用します。卵ドーナツって、あの給食に出てくるようなすごくプレーンな、ちょっと固めの歯ごたえのあるドーナツなんですけど、あれが美味しいんだよ、普通のドーナツが。そりゃパンも美味しいはずだよって、なんか違いますか？聞いちゃったけど、私はそういう判断をしております。卵ドーナツが美味しいとね、他のもね美味しいと思う。特になんか甘い系が美味しいところは、こう味がこう共通してる感じがしますからね。意外とパン屋行きますよ。コーヒー飲みたいからね、コーヒーとパン合いますよね。まあ、ジンクスとだんだん関係ない話に自分で持ってっちゃいましたけど、まあジンクスの話しますよ。私、ジンクスあるかなってさっきちょっと考えてみたんですけど、なんだろう、仕事だと、声の仕事に行くとき必ず使うペンっていうのがあって、私の目の前に今もあるんですけど、無印良品で買った6色ペン、6色カラーペンっていうのがあって、黒、赤、ピンク、オレンジ、水色、青っていう6色のねペンがあるんですけど、これ高校の時に買ってて、もうねめっちゃシールとかボロボロなんだけど、絶対このペンをマクロスの一番最初のアフレコの時から使ってます。おかげでもう黒はもう出ないんですけど、他の色がかろうじてまだ出るんで使ってますね。これじゃないとなんかダメなんですよ。これを持ってるとうまくいく感じがするんですよ。で、これとセットでフレッシュネスバーガーにあるレッドジンガーっていう飲み物があるんですけど、それのホットを必ず買って現場に行きます。水ももちろん飲むんですけど、それを飲むとね、個人的にすごく自分の喉の感じに合っているようで、通りが良くなりますね。それジンクスっていうか、まあこれいいよっていう話に近いかもしれないけど、自分的にはそれが欠けるとちょっとなんだろう、やだなっていう感じがあるんでね。あとは黒い服を着ていく、黒いタイツを履いたりとか、黒いブーツ履いたりとか、黒をね着ると結構なんか自分の調子がいいっていうか、シャキシャキ動けるみたいな、シャキシャキ動けるみたいな言いたいだけイメージがあるし、あとオーディションは絶対赤か緑を着ていくとか、色にまつわるジンクス自分多いかもしれません。あとはでもあれだよね、飛行機飛んでる時にピースするっていうのはおまじないだよね。あの夢が叶うらしくて、ずっと中学の時から空飛ぶ飛行機を見ると必ずサッてピースするんですけど、うん、ジンクスかな、違う？でもそんな感じですかね。まあ一人一人違うんでしょうけど、なんかこれやらないと気が済まないとか、こうじゃないと嫌なんだっていうのあるじゃない。それがね、結果的にジンクスになってると思うよって。全然うまいまとめじゃないね、ごめんね。はい、ということでそろそろ行きますかね。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りするラジオプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタートです。中島めぐみの進化論。進化論、進化論。秋満喫してますか皆さん。という何がしたいのかわからない中島めぐみで始めてみましたけど、さっきの人と同じ人かいっていうテンションですけども、同じ人です。というわけでね、今日はね、あの皆さんにこれまた聞いた最近嬉しかったことを教えてくださいっていうメールをね、いくつか紹介していきたいと思っています。
ってことで早速いきますよ。1通目、ハンドルネームマナさんからです。まめぐちゃん、こんばんは。こんばんは。最近嬉しかったこと、ついこの前の朝ですけど、いつもの通り道を歩いていると金木犀のいい香りがして、今年もこの場所でこの香りを感じることができて、些細なことなんですけど嬉しかったです。色づく葉や季節を感じることができるって嬉しいですよね。それでは。いいね、秋っぽい。そうそう、私も最近気になってたの、金木犀の香り。昔私が住んでいたお家の裏庭にはね、金木犀がありまして、その時はね、もうお部屋の中にいてもダイレクトに香るぐらい近かったんですけど、最近はでも引っ越しちゃったから、こう街を歩いててボーンと香ってくると、なんかその家に住んでた小学校4年生ぐらいに急に引き戻されますね。これぞ秋って感じ。なんかちょっとセンチメンタルみたいな。でもなんか金木犀の香りもそうなんだけど、なんか紅葉とかね、秋の空とかね、なんだろう、ほんと心のさ、中心部分をもうダイレクトに叩いてくる感じしませんか。もうガーンって打たれるっていうか、切なくて静かなんですけどね。なんか秋ってすごく自然の強さとか力を感じますね。でもいいね、そういうさ、嬉しいことを感じられるっていうことは、心にそういう余裕っていうと、なんかね、余裕っていう感じの余裕に聞こえるかもしれないけど、違くてね、こうそういうのを感じられる部分があるってことじゃないですか。いいですね、その余裕私も持ちたいと思います。はい、いいですね、いいですね、いいスタートですね。はい、じゃあ次いきますよ。ハンドルネームバビブーさんからです。まめぐちゃん、こんばんは。こんばんは。私が最近嬉しかったことは、マクロスフロンティアのファンクラブ F タマで12月22日にある武道館ライブの先行抽選があったのですが、当確して参加できることになりました。今からクリスマスが待ち遠しいです。素晴らしい、おめでとうございます。そしてありがとうございます。そうそう、意外とすぐなんだよ、クリスマス。マクロスフロンティアのライブはね、12月22日には武道館で、そして24日には神戸ポートアイランドホールで、ライブがねあるんですけども、あのマクロスフロンティアでライブをやるっていうのは、実は2008年の武道館以来なんでございますよ。なので2年以上がね経っているわけなんですけども、いやー、すごい緊張もするし、気合も入るし、そして何歌うんだろうね、何やるんだろうねって、まだ言えないけどっていう、ま、とにかくですね、11月24日にコズミックキューンというマクロスフロンティアのアルバムが発売されるので、そちらをぜひぜひぜひ聞いて、こうライブの予習などをねしていただけるとありがたく思います。そして11月24日にはメロディーも発売なので、ぜひよろしくお願いしますっていう感じなんですけども、いやでもライブに来てくれるっていうのは本当にありがたいですね。なんか今までまだライブ見に行ったことないんだよっていう方も、ぜひぜひ、なんかね、機会があったらぜひぜひ、もうぜひって言い過ぎ、でも本当の気持ちだから言うよ、もう一回言うよ、ぜひ遊びに来てくださいね。はい、なんかワクワクするね。あと2ヶ月ぐらいですけど、楽しみに待っててくださいね。はい、そして次の嬉しかったことをいきたいと思いますよ。ハンドルネーム AI3 さんからです。めぐたん、ファースファース。私の最近あった嬉しかったことですが、当たり付きの自動販売機で当たったことです。嬉しすぎて買った飲み物と同じのをしちゃいました。まめぐちゃんは当たったことありますか？ないです。ないよ、本当に当たるんだあれって。だってさ、ほら4桁の数字とかのやつだとさ、7776とかじゃん、大体ね、ね、でしょ、いつもそれだもん。当たりじゃなくて、また来てねみたいなやつしかね流れない。もう嬉しいな、それ当たったら、羨ましい。でも確かにさ、嬉しすぎて買ったのと同じのを押しちゃう気持ちはわかる。絶対私もそうすると思う、たぶんわーってなって、これみたいな。いや、舞い上がるでしょうね。ちょっと私も自動販売機の前で舞い上がってみたいよ。舞い上がったことないもん。舞い上がってたら どうなんだろうね、ダメかな。いいないいな、どこどこ、それどこ。そう、嬉しかったことだよね。じゃあ私の嬉しかったこともね、発表したいと思うんですけど、いいですか皆さん。私最近占いに行ってきたんです。初めて手相をね見てもらったんだけど、あのね、お色気ムンムンって言われた。あのみんなさ、
もうご存知の通り、私色気にすごくね縁のない21歳なんですよ。あのボンキュッボンでもなく、ボンキュッキュでもなく、なのに色気があるっていうかね、なんかそういう線なんだって。あのね、手のひらの中指と薬指をちょうどこう半円アーチ状にこう囲んでいる線なんですけど、その線があると、まあそれ以外のもちろん意味もありますけど、そういうのがあるぜっていう意味にもなるんだって。ちょっと嬉しかったっていうか、まあ占い師さんにはね、うーんって言われちゃったけど、まあお色気ムンムン、もう一回言うとちょっと恥ずかしいね、恥ずかしいわ。でもちょっとね、面白かったんで、面白かったじゃない、嬉しかったんでちょっと報告してみようかなって。もちろんね、それを自分から聞いたわけじゃないですからね、あしからずという感じで、まあ私の最近嬉しかったことでした。これで締めていいものかどうかと思いつつ、本日はこの辺で。あなたお色気ムンムンね、中島めぐみの進化論。中島めぐみの進化論では、皆さんからのメール24時間いつでもお待ちしております。皆さん、占い行ったことありますか？ちなみに私を占ってくれたのは、こうなんか優しい感じなんだけど目が鋭い感じのお姉さんでした。なんか占い体験とかあったら教えてください。それから普通歌ももちろんですし、私への質問だったり伝えたいことだったり何でも OK です。アドレスはまめぐ@stardustmusic.co.jp、 まめぐ @stardustmusic.co.jp です。ハンドルネームにご住所も添えてお送りください。メールが採用された方にはまめぐの書進呈させていただきます。さあ、ついに来週ですよ。来週に迫ってまいりました。東京電機大学東京神田キャンパスでやります中島めぐみの進化論トーク&ライブ in TDU ということで、初中島めぐみ初公開収録ということで、いろいろ企画考えてますんで、ぜひ楽しんでまいりましょう。10月30日土曜日です。よろしくお願いいたします。それでは今週の中島めぐみの進化論この辺で、また来週お会いいたしましょう。いってらっしゃい、さようなら、おやすみなさい。